こんにちは、サトヒロです。こんにちは、ひなたです。今日はですね、ゆいさんと一緒にポケットモンスターレッツゴーピカチュウレッツゴー EV の先行体験会に遊びに来ております。ということで、ポケットモンスターレッツゴーピカチュウレッツゴー EV なんですけれども、ピカチュウとね、EV が主人公の相棒になって一緒に冒険するということで、後ろも賑やかなんですけれども、今日はね、ボンボン学園のメンバーもいるので、みんなで一緒に遊んで盛り上がっていきたいと思います。で、前回のね、ボンボン学園の撮影の時にはちょっと順番であんまできなかったんすよ。あ、確かにね。そう、で、僕はあの小学校の頃からずっとポケモンをプレイし続けてきたので、今日はちょっとひたすらポケモンでバトルにフォーカスして遊んでいきたいと思います。騒がしいな騒がしいな、後ろニョキニョキ騒がしい。で、今回のポケモンなんですけど、いつも通り一人でバトルするのはもちろん、二人で協力バトルもできるみたいなので、はい、ゆいさんと一緒に協力してバトル頑張っていきたいと思います。はい、早速行ってみましょう。はい、ということでですね、今回ポケットモンスターレッツゴーピカチュウの体験版で遊んでいきたいと思います。早速ピカチュウ横にいた。早速やっていきましょう。スタート。メガメカメガメカって言った。似てなかったよ、声。さあ、ということで今回なんか体験版は常盤の森っていうね、あの赤、青、緑、ピカチュウ版で、もう最初に訪れる森なんですよ、ここ。虫タイプのポケモンとかいっぱいいるね。メガメカ。いや、うるせえな、横からの主張が激しいんだよ。ということで、大木戸博士に調査を依頼されてやっていくんですけど、僕は今回バトルをやりたいんだ、ピカチュウ。大丈夫？うるせえなよ。で、じゃあまず俺が一人で戦うから、それ見てて。OK、OK、いきます。これね、左側にね、虫捕り少年がいるんで、そっちの方に行ってみようかな。まずはこの子と戦いたいと思います。よし、君はポケモン持ってるな、勝負しようぜ。私ピカチュウだから。あ、じゃあ俺が技出したらやってくれる。今回のね、難しいな。今回のレッツゴーピカチュウ、ピカチュウ版の方はなんかね、普通はピカチュウって飛行タイプの技覚えてるんですけど、ふわふわボールっていう相棒技っていうのを覚えてるから、それでキャタピーに効果抜群出して一撃で倒したいと思います。ふわふわボール、いけピカチュウ、ふわふわボールだ。クオリティが低いんだよな、モノマネの。バトルの演出すげえ派手でかっこいいのにさ、こっちのクオリティ低いから、やめてくれる。次トレーナーになってください。ピカチュウダメです。うるさいな。じゃあジョイコン振ると降りてくるから、一人サクッと、よし行こうぜ。で、右側の方にね、ミニスカートのお姉さんがいて、ちょ、どこ行くの、どこ行くの。だから回転するのさ、あのボンボンってからやめてくれるから、サクッと行きましょう。ポケモンに触れないように。私は触れてもいい。ね、置いたくないでって。もう置いてっちゃうから、このお姉さんとバトルできるから。よし、あの、この森に不思議だねって出るんです。実はちょっと出ます。出るんですよ。はい、ちょっと出るんですよ。さあ、じゃあミニスカートのお姉さんと勝負していきましょう。今度2人だから。はい。で、このポケットモンスターレッツゴーピカチュウでは1対2になる。うん、だから2人でやった方がバトルが有利に進められるんです。確かにね。よし、行こうぜ。人影の鳴き声になる。忘れちゃった。忘れちゃった。忘れてた。じゃあまず僕から技選択していきます。うん、ニドランか。毒タイプだから、電気ショック。いや、地面タイプとエスパータイプが効果抜群なんだけど、ちょっと覚えてないから、じゃあピカチュウらしく。かわいいなピカチュウ。集中してもらっていいですか、バトルに。電気ショックから行こうね。じゃあ次、人影選んでいいよ。一角。一角だね。一角。よし、最初って感じだね。電気ショック、いけピカチュウ。おー、おー、あ、麻痺になりましたね。麻痺になると必ず後手になりますから、敵の攻撃が。はい、光る。結構耐えるね。耐えるね。ね。なんやかんや耐えてる。なんやかんや耐えてるな。じゃあ次はふわふわフォールいきましょう。せっかくだから相棒技使いたいしね。じゃあ囲っか。一回囲っか。囲っか。鳴き声とかでもいいよ。攻撃力下がるしね。あ、確かにね。そう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 。あ、ピカチュウ。だからそういうのができるよね。俺は攻撃してパートナーは攻撃力下げるとか防御力上げるみたいなサポート。あ、倒した。イエーイ。40の経験値をいただきました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。もうお話聞いてくださいよ。何よ。何よ。ピカチュウ何よって言わないでしょ。あ、ピカ。何よって言わないから。モンスターボール
3つ手に入れた。はい、ということで今回ですね、僕らバトルにフォーカスしてちょっと体験版遊んでみたんですけれども、はい、どうでしたか。なんかさ、2人で戦うのって良いっすね。良いっすよね。戦略が広がるよね、うん、確かに。さっきもさ、ヒロ君が言ってくれたけど、そう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 、どっちかが攻撃力を落として、うん、どっちかが攻撃するっていう、ね、そうそうそう、2人でしかできないことだから、こっち側の攻撃力上げてもらって、うん、それから攻撃するってなったら1ターンで2回分の行動できちゃうから、うん、そういうね、戦略的な部分もね、すごく楽しめると思います。で、なんか 3D デザインだからさ、バトルめちゃくちゃ演出派手じゃなかった。確かにピカチュウのさ、このやつなんだっけ、ふわふわホール、そうそう、めっちゃ可愛かった。めっちゃ可愛いのに最後かっこよくね、敵に攻撃決めてくれるから、やってやんなよ、ね、ピカチュウ演出も楽しめると思います。はい、というわけで今回はポケットモンスターレッツゴーピカチュウレッツゴーイーブイの体験会に来ました。実はこのゲームの体験会が今全国のいろんなところでやってるんだよね。しかも体験会に参加するとこのモンスターボールスクイズがもらえちゃいます。じゃあね、このスクイズかわいいので絶対体験してゲットしてみてください。ということで、ポケットモンスターレッツゴーピカチュウレッツゴーイーブイは11月の16日発売です。現在予約受付中なので、詳しくは概要欄をチェックしてみてください。バイバーイ。